村山大地は、プロレスのレフェリーである。東京都世田谷区出身。90年代女子プロレス界では、トミーと評価を2分する命レフェリーであった。リング穴紹介の後は、大位。と掛け声をかけるのが定番である。1988年4月22日に、全日本女子プロレスでデビュー。選手の巡業バスを運転しながら、和は世界シングルオールパシフィックなどの主要。 タイトルマッチを裁く。その後、アルシオンの専属レフェリーになり、対談後は、ゼロアンに所属。その後2005年1月1日付で全日本プロレス、所属となった。全日では、菊太郎との絡みで会場に笑いを誘う一方、タイトル戦では、持ち前のレフェリング技術を遺憾なく発揮している。2011年に、和田恭平の全日本離脱後は、 メインレフェリーとして活躍したが、2013年6月30日の両国国技館大会を最後に全日本プロレスを離脱。武藤圭司が新たに立ち上げた団体レッソル -1 に参加する。2016年10月2日、50歳を過ぎて最後のキャリアを女子プロレスで終わりたいとして女子プロレス団体のスターダムに移籍。2017年5月4日、 レッスル -1 高楽園、ホール大会で、木村花 VS 等、ラ・ナツコが組まれたことを受け、久々に古巣であるレッスル -1 のリングに上がった。ありがとうございます。